デイスは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の35番艦。艦名は、コイカウグイアカのヨーロッパクレードに属する、淡水魚にちなむ、便宜上ヨーロッパウグイと訳されることもあるが、ウグイとは属が違う。同盟のアメリカ軍艦としては初代。コモンデイスサザンレッドベリーデイスデイスは1942年7月22日に、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート、 勝利交渉で寄港する。1943年4月25日に、オビーロバートソン夫人によって浸水し、後に空母シナノを撃沈することになる艦長、ジョゼフカイエンライト少佐の指揮下1943年7月23日に収益する。ニューロンドンを9月7日に出港し、10月3日に、真珠湾に到着した。10月20日、デイスは最初の紹介で、 日本近海に向かった。11月7日、デイスは北緯34度14分統計137度15分、北緯34.233度統計137.250度、34.233、137.250の地点で、レーダーにより複数の目標を探知し、やがてそのうちの一つは6800トン級輸送船のようだと推定された。デイスは、 最初の攻撃で魚雷を4本発射したが、命中しなかった。次に、第2の目標である6800トン級輸送船に、照準を合わせて、魚雷を2本発射し、1本が命中した。照準を、最初の目標と2隻の護衛艦に合わせた3度目の攻撃では魚雷を3本発射したものの、命中しなかった。デイスは、護衛艦をうまく巻いてその場から去った。 11月11日には、北緯33度29分統計136度43分、北緯33.483度統計136.717度、33.483、136.717の地点で、駆逐艦を発見し、魚雷を3本発射したが成功しなかった。当時、レイスが向かった海域を空母昇格が通過するという情報があり、 デイスを含めた所在の潜水艦に昇格を仕留めるよう指令が出ていた。ところが、エンライト艦長は自分の直感を抑えて規則に従った結果、結果的に昇格を逃す結果となった。実際に11月15日に北緯33度55分統計140度32分、北緯33.917度統計140.533度、 33.91740.533 33の地点で、九段の昇格と三積の駆逐艦を発見したものの、ただ、発見したというだけに止まった。11月19日午後、デイスは、北緯34度13分統計136度33分、北緯34.217度統計136.550度、 三十四点二一七百三十六点五五0の地点で輸送船、タンカー、小海艇を相次いで発見。しかし、小海艇の先制攻撃を受け、十四発に及ぶ爆雷攻撃で、艦尾発射間室のバルブが損傷するなどの被害を受けた。十二月十一日、デイスは四十九日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。行き承知したママエンライト艦長は、 司令部に報告のため出頭した。報告は自分は官もスタッフも担当会域もあらゆる優れたものに恵まれたで始まり、今回の紹介任務が不作だったのは自分の責任ですからと自ら自分をデスクワークに回してくれる要要請。受理されエンライト艦長は12月28日に潜水艦救護隊隊長に転じた。公認の艦長には ブラッテンディークラゲット少佐がついた。1944年1月7日、レイスは2回目の紹介で、トラック諸島及びビスマルク諸島方面に向かった。1月26日夜、レイスは北緯02度01分統計148度36分、北緯2.017度統計148.600度、2.017148.600の、 地点で2隻の護衛艦に厳重に護衛された1万トン級タンカーを発見し、魚雷を6本発射。2つの爆発音が聞こえてきたが、結局取り逃がした。その後、緊急修理が必要な故障が発生し、2月2日に、つらぎ島に入港し、応急修理を施した後、再びトラック諸島周辺に戻った。2月17日には、 第58任務部隊によるトラック島空襲の支援を実施した。2月25日、デイスは48日間の行動を終えて、ミルン湾に帰島した。3月18日、デイスは3回目の紹介で、フラウンダーと共にニューギニア、パラをよび、フィリピン南部方面に向かった。3月22日から27日まで、ホーランジャ方面で特別任務を行い、3月27日に、 マヌス島に寄港し、給油を行い、紹介を再開する。3月31日、レイスは浮上航行中に爆撃を受け、投じられた2発の爆弾のうち1発は、レイスからわずか50フィートしか離れていない箇所に落ちた。4月5日には、北緯06度14分統計126度18分、北緯6.233度統計126.300度、 6 2 3 3 2 6 3 0 0のダバオワン入り口で空母と応募式艦艇を発見し、追跡したものの距離が縮まらず攻撃できなかった。翌4月6日未明にも、北緯05度55分統計126度09分、北緯5.917度統計126.150度、5.917126.150の地点で、 パラオからシンガポール南方のリンガ白地に向かう第二艦隊の一部と応募式7七つの目標を探知し、ダーターと共に艦隊を追跡し、目標は推定22ノットの高速で航行していたものの、魚雷を6本発射したが命中しなかった。4月7日、両艦スキャンプが駆逐艦と水上偵察機の攻撃で中破したため、デイスはスキャンプの援護を命じられ、スキャンプを マヌストーゼイアドラー1まで送り届けた。4月19日に、再び出撃し、ダバオ近海で紹介した。5月2日朝には、北緯03度23分統計127度56分、北緯3.383度統計127.933度、3.383127.933 33の地点で、タンカー特築艦紹介艇を発見し、 魚雷を5本発射したが命中しなかった。5月13日、デイスは55日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。6月13日、デイスは4回目の紹介で、ダバオ湾及び、ミンダナオ島方面に向かった。6月20日から21日にかけては、マヌス島で補給を行った。7月9日、デイスは、北緯06度22分、統計126度18分。 北緯6.367度統計126.300度、6.367126.300の地点で、プレジデントハリソン級輸送船と、千鳥型水雷艇を含む2隻の護衛艦を発見。護衛艦から43個の爆雷を投下されたが、反撃に出て、魚雷を6本発射し、3つの命中音を確認した。7月16日には、ミンダナオ島サランガニワンを偵察。 7月26日、デイスは1以上の煙を発見し、航空機の飛来で、しばしば先行しながらも丸1日追跡。7月27日未明に至り、デイスは、北緯05度20分統計121度43分、北緯5.333度統計121.717度、5.333121.717の、ホロ島沖で、ダバオからサンボアンガに向かう。 Z258 戦団を発見し、魚雷を監視と艦尾の両発射管から計10本発射。魚雷は特設運送船、第2協栄丸に1本から3本が命中して、これを撃沈した。7月31日午後には、北緯06度13分統計124度11分、北緯6.217度統計124.183度、 6.217124.183の地点で陸軍船真珠丸を発見し、魚雷を4本発射して1本を命中させて撃沈、それた3本のうち1本は海岸に当たって爆発した。翌8月1日朝には、北緯06度23分統計124度02分、北緯6.383度統計124.033度、 6.38324.033の地点で陸軍輸送船タテイシ石丸に対して魚雷を4本発射したが回避された。8月6日にマヌス島に寄港。8月12日、デイスは60日間の行動を終えてブリスベンに寄港した。9月1日、デイスは5回目の紹介でダーターと共にセレウェス海パラワン水道。 南沙諸島及び南シナ海方面に向かった。デイス、ダーター両艦は9月10日に、ダーウィンに入港し給油した後、パラワン島とバラバク海峡方面に進出。この方面に付設されている機雷に注意を払いながら、紹介したが、ジャイルコンパスの故障により紹介を一時中止。9月27日に、ダーターと共に、ミオスウンリ島に到着し、10月3日まで整備と訓練を受ける。 紹介再開後は、ボルネオ北岸沖に進路を向けた。10月13日午前、デイスは7隻の輸送船からなる輸送船団、29船団を発見。丸1日かけて、追跡の後、翌10月14日未明に至って艦首と艦尾の発射管から魚雷を計10本発射し、魚雷は、王宮タンカーに一鉄丸、輸送船影響丸及び大前丸に命中。 日鉄丸が沈没して、影響丸は一本が命中して大橋ラブアントビクトリア港に栄光されていった。大前丸は、右玄選手に一本が命中したが、ラブアントに開港され仮修理を行った。10月19日にも、北緯08度55分統計116度48分、北緯8.917度統計116.800度、 8.917116.800の地点で、吹雪型駆逐艦間に対して、魚雷を4本発射したが、命中しなかった。ダーターも、相前後して、同じ目標を攻撃していたが、結果は、レイスと同じだった。その後、2隻は、パラワン水道に移動した。10月20日から22日、編集10月20日から21日にかけて、ダーターのレーダーは数個の目標を捉えた。 デーテ島に対する緊急輸送を支援するためマニラに向かっていた重巡洋艦アオバと軽巡洋艦キヌ、駆逐艦裏波をダーターと共に追跡したデイスは、その結果本来のショクから大きく離れる結果となった。10月22日夜半、デイスはダーターと無線電話で更新するため接近していた。その時、ダーターのレーダーが新たな目標を捉えた。二隻は目標に向かって、 速力を上げた。10月23日、編集従順要マ前10月23日0時17分、ダーターのレーダーが複数の目標を追跡していた時、デイスのレーダーは故障していた。デイスは故障回復に努め、その間はダーターからの情報を得て、追跡を行っていた。ほどなく故障修理が終わったデイスに対して、ダーターが重量級の艦隊が二列渋滞で前進中と、 通報し、時間に続くよう指示を与え、デイスも、全速全身に速力を上げた。目標が、冷凍機械戦に出撃する、栗田中条率いる、第二艦隊のうちの第一部隊であることは言うまでも、なく、この時、ダーター、デイスの進路と、栗田艦隊の進路は直角で交差する位置にあった。2時30分、ダーターは、無線風刺の命をためらわず破り、日本艦隊出撃。 パラワン水道経由で0点向け進撃中と推測とデイスにはもちろんのこと第7艦隊司令官トーマス C 近景度中将、第3艦隊にも通報したデイスとダーターは19ノットの速力を維持し浮上したまま艦隊に接近していった5時9分ダーターが自身の攻撃位置に向かうため分離した後先行したデイスはそのままの進路を保ちながら先行 艦隊の右翼列を狙える位置を確保した。6時34分頃、デイスは、ダーターの発射した魚雷が左舷対戦闘の従順洋艦アタゴに5本命中し、駆逐艦2隻がアタゴに近寄っていくのを確認した。その後、デイスも自身の攻撃目標を定めにかかった。この時点で、一番近くの目標まで6300メートルの距離があった。クラゲット艦長は、戦闘鏡越しに、 戦闘は、アタゴ、ついで、ナチ。その後ろに、戦艦が続いていると判断した。6時52分、目標は混合型戦艦と指示。アタゴがまさに海中に没しようとした6時54分、混合型戦艦を目標に、魚雷6本を発射。発射後、大型艦の減速に回り込む体制をとった。6時56分、魚雷は、混合型戦艦と目された。 ウゲン体3番艦の従順用艦マヤの左限に4本が命中した。当時、マヤは右限に注意を集中させており、左限側から迫る、魚雷音に気づくのが遅れ、重火事直後に取りかを加齢したものの命中。マヤは、北緯09度27分統計117度23分、北緯9.450度統計117.383度、 9.450117.383の地点で約8分で沈没し、レイスでは6時1分に海底が爆発したかのような爆発音、6時3分に大破壊音を聴取し、6時5分に爆雷攻撃を受けるも損害なく切り抜けた。日没後、ダーターと共に浮上。ダーターが第二撃で撃破した高を追跡したが、先行状態を続けていたため時間が現在向いている。 方位が分からなくなってしまった。デイスはダーターに習って、転速後方を試みるも運量が多く断念、せざるを得なかった。両艦は、最初の攻撃位置とおぼしき位置にとりあえず戻ろうと、反転したが、デイスは、ダーターと、少し違う進路を取った。10月24日と25日、編集1時5分、ダーターは、北緯09度26分、統計116度55分、 北緯9.433度統計116.917度、9.433116.917のボンベーショーに座礁してしまった。デイスはなおも、高尾を追跡中であったが、ダーターの座礁により、反転、デイス及びダーターの陸民の艦を離証させようという、試みはすべて失敗した。翌25日2時46分、デイスはダーターにロープを投げ、またゴムボートも活用して、 ダーター乗組員の異常が開始された。ダーターのすべての乗組員は、デイスに乗り移った。3時45分、2本目のロープが、ダーターの完備に結びつけられた。ダーターの乗員を救助した後、5時55分に、デイスはダーターに向けて、魚雷を4本発射したが、岩礁に当たって爆発しただけだった。ついで4インチ砲21発を、ダーターの水船に命中させたが、 日本軍機が飛来してきたので、デイスは先行し退避した。デイスは先行中もダーターの様子を伺っており、日本兵が駆逐艦からダーターに乗り込むのを確認した。有告、デイスは浮上して再度、ダーターの完全破壊を目論むも、正体不明の発信音を探知したため、これ以上の作業を断念。デイスは、ダーターの処分を他の艦に依頼する旨司令部に打電し、乗組員で、 すし詰め状態になりながら現場を去った。デイスはダーター処分時に最後に残っていた魚雷をすべて使い果たし館内には余裕があったが、それでもダーター乗組員全員を立ったまま詰め込んだため、身動きもままならず、乗組員がトイレに向かう時だけわずかに空間ができるありさまだったという。11月6日、デイスは60日間の行動を終えてフリーマントルに帰投。 艦長がオーティスアルコールジュニア中佐に変わった。特務艦や先12月2日、レイスは6回目の紹介で南シナ海に向かった。この紹介ではシンガポールと香港間の航路遮断を命じられると共に機雷不設も命じられていた。12月16日未明、レイスはインドシナ半島ガンビル島沖に機雷を不設。直後、不設海域のあたりから爆発音が聞こえた。 3日後の12月19日、デイスは輸送船団を発見し攻撃準備に取り掛かっていたところ、4発の爆雷を投下され、損傷を受けた。12月28日、デイスは北緯12度36分統計109度28分、北緯12.600度統計109.467度、12.600109.467の地点で輸送船団を発見し、 魚雷を6本発射。魚雷は4000トン級輸送船に着せられた2つの目標に命中し、1つを沈めて1つは損傷したと判断される。この攻撃で特務館矢崎を撃沈した。12月31日にも、北部12度55分統計109度29分、北十12.917度統計109.483度、1 2 9 1 7九9 4 8 3の、 地点でで先84戦の護衛中であった海鷹を発見。その後、1945年1月17日にサイパン島に寄港する。1月28日、デイスは56日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。サンフランシスコに開港されベスレヘムスチールでオーバーホールに入り、4月25日に完了した。5月25日、デイスは7回目の紹介で、 壁ゾンと共に、千島列島及び、オホーツク海方面に向かった。6月8日に、国後島近海の紹介海,海域に到着し、早々に北緯44度20分統計146度38分、北緯44.333度統計146.633度、44.333、146.633の地点で早速獲物にありつき、海上トラックとラガーを、 浮上報戦で撃沈した。6月9日にアポゴン及びマンタと交流。6月10日、デイスは霧の中を護衛艦を排した輸送船とタンカーがやってくるのを探知した。以後追跡を続け、北緯47度21分統計149度07分、北47.350度統計149.117度。 47.350149.117の占い森島沖で3つの目標に、マーク27誘導魚雷とマーク28型誘導魚雷、通常の魚雷を、それぞれ1本ずつ発射。魚雷は、海軍庁要船白陽丸に命中して撃沈。反撃を受けたので、護衛艦に魚雷を発射した後、新進度先行で逃れた。6月18日夜、アポゴンと壁ゾンは、 バラムシル島から出てきたばかりの輸送船団を発見し、アポゴンが輸送船白アイマルを、カベゾンが輸送船ザオウヤママルをそれぞれ撃沈した。離れた場所で爆発を確認していたデイスは、6月19日未明に北緯50度23分統計154度34分、北緯50.383度統計154.567度。 50.383154.567の地点で船団を護衛していた護衛艦を発見し、マーク27誘導魚雷とマーク28型誘導魚雷を含む魚雷を4本発射。2本が命中したと判断され、さらに魚雷を4本発射する。攻撃後、36発に及ぶ爆雷攻撃を受けたがこれを切り抜けた。6月23日夜には、 北緯45度26分、統計148度56分、北緯45.433度、統計148.933度、45.433、148.933の地点で、海岸に向けて4発の5インチ砲弾を打ち込んだ。7月10日、デイスは46日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。その後、 デイスは8回目の紹介の準備のため8月13日にサイパン島に到着したが2日後に終戦を迎えたデイスのエンブレムパブリックドメインフォードフロムザネーバルヒストリカルセンター戦争が終了するとデイスは真珠湾への帰還が命じられ10月5日にニューロンドンに到着した1946年1月15日にポーツマス海軍造船所で予備役となり ニューロンドンに栄光された後、1947年2月12日に退役した。その後、デイスは1951年8月8日に最終役し、ニューロンドンから大西洋岸、カリブ海で活動。1953年12月31日に、再び予備役となる。1954年1月15日に、後半囲近代化のために、 ポーツマス海軍造船所で退役し、1954年10月22日に再就役する。イタリア海軍の上院を訓練した後、1955年1月31日に、ニューロンドンで退役、同日軍事援助プログラムに基づき、イタリア海軍へ移管された。その後で、イスは、イタリア海軍で、レオナルド・ダ・ヴィンチとして就役した。当初はイタリアへ5年間の退与の予定であったが、 1959年にもう5年間延長され、その後再び5年延長された。姉妹艦のエンリコタツオーリと共に1950年代から60年代以末にかけてイタリア海軍潜水艦部隊の中核として活躍した。SS-247 は1972年10月15日にアメリカ海軍を除籍され、翌年イタリア海軍を除籍された。その後、 1975年4月1日にスクラップとして売却された。なお、ジェーン海軍年間1954から55年版及び1955から56年版では、デイスがエンリコタッツを売りエバーブがレオナルド・ダ・ヴィンチになったと記述された。他のすべての資料及びその後のジェーン海軍年間では、その記述が反対になった。デイスは、 第二次世界大戦の先行及び7度の紹介で、海軍主君部大将と7個の従軍聖将を受賞した、レイスの装撃儀鎮トン数は28,689トンに及ぶ、アメリカ海軍の主導で建造され、エレクトリックボートが管理していた造船所、木又敵船 1989P236 では、この輸送船団は特設潜水母艦、平安丸を含んだ、 第3115戦団で、デイスは護衛の解剖艦沖から反撃され、エビの大群に入って何とか逃亡したという意味のことが書いてある。当該戦団が潜水艦と接触して沖が制圧したのは事実だが、その位置は北緯22度15分統計148度20分、北緯22.250度統計148.333度、 22.250148.333の地点である。影響丸は、この後、旅重なる空襲で破壊され12月16日に、放棄された。The Official Chronology of the U.S. Navy in World War, 2 Chapter 6, 1944。ハイパワー、2012年5月5日閲覧。では、デイスは、野崎先撃沈の他にチェハ丸、を撃破したとする。 このチェファマルは、輸送船芝園丸ではなく、1945年1月12日に、西イ港内で沈没した、輸送船芝布丸。11特値 1912P62 は、チェファマル損傷の記載がない。この時で、椅子の乗組員は、海高のことを、チトセ型航空母艦と報告しているが、実際には、チトセ型は、手置き海戦において2隻とも潜没している。 マーク18型電池魚雷に超音追尾式の誘導機構を取り付けた魚雷で、地層能力は19.5ノット。小林滝路のカニ光線のモデル。ありがとうございます。